そんなことはいいから。どこ行く、めぐるくん。とりあえず休み時間だから一人くらいしか聞けないと思うけど。そうだな。ここは3年生に聞いてみようか。先輩に？うん、バスケ部のこととかわかるかもしれないじゃない。わかったわ。ここはワトソン君の勘を信じてあげましょう。立花さんと違って勘とかじゃないんだけど。なんだって？なんでもないよ。さあ、早いところ行こう。なんだ？とにかく行ってみましょう。偶然とはいえ、ほんとついてたね。こんな早く猫が見つかるなんて。じゃあ、早速真由美先生のとこに連れて行ってあげましょう。きっと心配してるわ。これ三毛猫だけど、どこが子猫なの？え？なんだ、猫違いか。あの、なんだか期待させちゃったみたいで、すみません。僕たち、早とちりしちゃって。あ、ううん、違うのよ。桃井君たちは一生懸命やってくれてるわ。そうじゃなくてね、ちょっと別の考え事が。したんですか？私たちでよかったら力になりますけど。実を言っちゃうとね、ここだけの話、最近化学室からいくつか備品がなくなってるのよ。それでさっきもケースの備品を点検してたってわけ。
備品が？それって盗難事件ってことですか？多分ね。盗まれた中には結構危険物とかも入ってて、まあこっちは一応ケースに鍵もかけてたし、管理責任を問われたりってことはなかったんだけど、それでも校長先生や警察にかなり厳しいお気を据えられちゃったな。警察沙汰にもなってるんですか？大変じゃないですか。あ、そうだ、なんなら私たちその紛失した備品ってのも探すのをお手伝いしましょうか。いいわよね、めぐるくん。うん、そうだね。猫探しのついでにでも。それで盗まれた備品って何なんです？あのね、具体的に何の備品がなくなったとか公言しないよう警察に釘を刺されているの。変に学校で騒ぎとかになっちゃったら困るでしょ。こっちは警察に任せて、あなたたちには引き続き子猫探しの方をお願いするわ。ということなら分かりました。それじゃあ僕たちはこれで失礼します。でも何かあったらいつでも力になりますんで。ありがとう。それじゃあ猫のことよろしくね。あ、もうこんな時間、授業始まっちゃうよ。しょうがないわ、あとは昼休みに続けましょう。授業が終わったらまたここに集合ね。了解。ここら辺で待ってればいいよな。まさか。いやー、食べた食べた。あ、めぐるくんもう来てたんだ。もう来てたんだって、お昼食べてきたの？当たり前じゃない、終わったと同時に行かないと幻のプリンクリームパンはすぐなくなっちゃうのよ。でも授業の後集合って言ったじゃない。私にとってはお昼ご飯も授業の一部なのよ。それじゃ時間もないことだし早速始めよう。どうしようか。それじゃあ1年生に聞いてみようか。オッケー、そうと決まれば早速行くわよ。ちょっと待ってよ。何やってるの、時間がないんだから急がないと。わかったよ。新聞部なんだけど、ちょっといいかな？え？あ、はい。あのね、今朝起きた事件のことなんだけど、なんか心当たりないかなって思って。被害に遭ったのは雄一郎という人みたいなんだけど。え？雄一郎さんですか？あ、
ああ、私何度か学校で見かけましたけど、あの人怖かったです。怖い？どんな風にかしら。よかったら教えてほしいんだけど。つまり不良さんだったんです。学校に行くとき何度かいやらしい目で見られました。わかったわ、どうもありがとう。そろそろ休みも終わっちゃいそうだよ。そうね、あとは放課後にしましょう。今度はちゃんと終わったらすぐ来てよね。わかってるって。それじゃあ戻ろう。今度こそすぐ来てくれるよな。いやー疲れた疲れた。ちょっと今まで何やってたの。何って、掃除よ掃除。授業が終わったら掃除するのが当然でしょ。たまにするのもいいわね。いつもサボってるじゃないか。なんでこういう時に。もしかしてわざとやってるでしょ。そんなことないわよ。私だって早く聞き込みしたいって思ってるんだから。どこに行くの。なんだかうまくはぐらかされてるような。早く5、4、3。わかったわかったってば。図書室に行ってみたら。え、なんでそんなところ行くの。だって名簿とか見られるかもしれないし、人もいると思うし、何らかの情報は得られると思ってさ。あ、そういう手もあったわね。じゃあ行きましょう。なかなか様になってきたじゃない。そりゃ何回も来てるし。え、こんなにあるの？何情けない声上げてるのよ。ため息つくくらいならまず行動。わかった？はい。これは誰かに聞いた方が早そうだね。でもこの雰囲気の中で聞ける？確かに。まあこれ以上調べててもしょうがない感じだし、とりあえずもう出ましょう。そうだね。
日も落ちてきたし、今日はそろそろおしまいね。うん、そうだね。それなりに情報も集まったことだし、そろそろ寮に帰ろうよ。それに一旦情報もまとめなくちゃいけないしさ。今までの情報を総合するに、被害者は雄一郎さんってことでほぼ確定ね。それもやっぱり殺人事件の線が濃厚だわ。でもだとしたら、思った以上に犯人を見つけるのは苦労するかもね。雄一郎先輩を恨んでる人があまりにも多すぎる。みんながみんな多かれ少なかれ動機を持っている。犯人を絞り込むのが大変ってことか。もう休もう。私もさすがに疲れたみたい。そうだね。実を言えば僕もヘトヘトだよ。またあなたたちですか？これ以上首を突っ込まれると邪魔なんです。そんな言い方はないでしょ。刑事さん、聞きたいことが。何ですか？犯人について何か知っていることがあったら教えてもらえませんか？それはできません。どうしてもダメですか？関係のない方に捜査について話すことはできませんから。別にいいじゃない。少しくらい教えてくれたって減るもんじゃないでしょ。それにこの事件は私たちの学園で起きてるのよ。私たちはれっきとした関係者よ。ダメです。もういいわ。私たちで勝手にやらせてもらうわ。行こう、めぐるくん。
ちょっとどこに行くの？遺体を見るのよ。え？いい加減にしてください。ほっといて。もう私怒りましたよ。あなたたち二人を公務執行妨害で逮捕します。